今日これが畠山畠山お前うるせえんだよ、まあ、俺が開封動画撮ろうとしてるのに静かにしてろよ。開けてみます。何が届いたかというとこれですね。ポケット Wi-Fi です。さっきテスト動画をしました。うるさいんだよお前ポケット Wi-Fi です。前から使ってみたかったんですけども、2年縛りの契約があるんでとりあえず、1週間のレンタルっていうですね、やつがありましたんで1週間レンタルで、借りてみました。 e モバイルのポケット Wi-Fi ですね。まあ、試してみたいのはですね、車で走りながらですね、ネットがつながるか電車の中でつながるか、田舎の山の方に行ってですね、つながるか、これをちょっと試してみたくてですね、それがみんなつながればですね契約しようかなと思ってるんですけども、実はさっきですねもう開けてしまってですね、そら君と一緒に、車に乗ってですねテスト動画を撮りました。お前さっきからよお前よだろう。ちょっと出てと。ということで、テストした動画をですね、見てください。車の中ではですね完璧に動いて、ナビもちゃんと使いました。これはこれでなかなか便利ですね。明日ちょっと電車の中と、それから明後日茨城に行くんで高速道路とかですね田舎の山の中でつながるか見たいと思います。おーらまた来たよ。うるせんだよお前は本当にもう。ということで、ポケット Wi-Fi e モバイル、なかなかいいかもしれないです。今車の中にいます。そら君ははい、ネクサステスト、ネクサス7をやってますけれども、実は今日ですね、この、e モバイルの、Wi-Fi の装置をですね、レンタルしました。車の走ってる車の中とかですね、ちゃんとネットがつながるかどうかこれから、テストしたいと思います。車で出発します。何何どうしたの。炊飯器で自爆した、自滅した。それここちょっと中見せてよ、やけどあの後キューとかなって。あーすごいね、痛いよ、赤むくれになってる。爪長すごいでしょ、ここほら四角い跡が、自滅で滑ってる。じゃあいいっすか、行きますけど。 YouTube 見ながら、じゃあこれ梅チューブビデオ君に渡すから消すよ。これから、なんだっけ、ポケット Wi-Fi の、テストですね。ここ今つながってるです、まあ、8時10分、まあ、テストするのは YouTube が見れるのかっていうのと、あとストアがつながるのかと、あとまあマップですね。要はですね車で走りながらちゃんとネットが Wi-Fi がつながってるのかどうかですね。人乗ってるんだ、まあ、走ってます。大丈夫、今つながってるよ。あれ余裕につながってる、余裕でつながってる、アンテナいっぱい出てる。 YouTube 見る、 YouTube 見たいね。はい、これ俺の動画いくよ。じゃあ再生するよ。再生してみて、音でかくしよう。多少どうも、今回紹介するのはこちらです。見つからないミニカーだ、多分わかりますね。再生してます。 Wi-Fi はこれはまあ、ぶつからないミニカーです。マックスですね。全部全然欲しかったんで自分で使っちゃいました。全然いいね、つながるね、うん、今速度は40キロしか出てないんで、もうちょっとスピードを上げて、ここの国道でスピード違反はいけません。今50キロになりました。大丈夫、普通につながってるけど全然大丈夫。マップ見てみる、多分これで現在地が取得できるね。できた、すげえバグってる、すげえとこにいる。え、東京、あ、戻った戻った、逆走してるけど。うそ、逆走してる。それ北と南が逆になってんじゃないの。なってない。今南に向かってます。どう、地図ちゃんと出てる。地図もう一回見てよ。
GPS もついてるからネクサスはちゃんと行ってるはずなんだけど、それでさ、これを持つから比較しようぜ。これ見てください、ちょうどぴったり同じになってる。同じ、見えない、拡大しないと。上、全部、両方映してカーナビと映ってる、映ってるよ。これちょうどこの枠にぴったりはまってます。でもやっぱこっちの方が見やすいね、カーナビの方が、うん、これから Google のこれなんだっけ、ナビ、うん、ナビ機能をちょっと試してみたいと思います。これも試したかった機能なんですけども、まあ、こいつの Wi-Fi でですね、ちゃんと本当にナビしてくれる。進んでるか、ちょっと拡大、あーまたくるっと、あーなった。次のとこでさ、右に行ってくれとか今言ったよ。ちょっと音小さいな。音でかくしたいよ。右に行けっつった。まあちっちゃい声で、まだ。いや、ここじゃないよ、ね、ここじゃないよ。ここが au の会社。これ au 今の Wi-Fi。 これ e モバイルだな。右方向です、言った。あー言ったけどあれだね、もうここで言われても遅いよね。早いと思います。だって右折車線に入ってないじゃん、入んないといけないから、かなり手前で言ってくれないとさ、入りようがないよね。うん、でもちょっとこれは問題ですね。1個問題見つけました、ネクサスのナビ。もっと手前で、しばらく道なりです。でもあれだと思うけど、そんなネクサスのナビ使う人いないでしょ。いや使うと思うけど、カーナビ高いから。Wi-Fi のさ、ポケット Wi-Fi 持ってる人だったらこれで十分だよね。ここ今、玉大橋、玉大橋はあれだよね、ピントがあった。玉大橋あれ、 LED のつけてほしくない、暗いから。見える、これ。今横は玉川です。暗、次のところまた大きな信号さ、 400m 先、右方向です、って言った、言ってるね、すごいね。 400m、 さっきもう最初に言ってたよ。そうなの、俺聞こえなかった、声が小さかったよ。うん、直近でまた言うんでしょ。そうで言ってくれるの、右方向です。あ、言った言った、今度はこのぐらいだったらいいな。いいじゃねえかよ、そらじ、ちゃんと使えるぜ。これ問題ありとかさっきは言ってたくせに。だってさっき手前で言ってくれなかったんだもん。あそこにマミーマート見えます。あ、新奥多摩街道か。そう、向こうが普通の奥多摩街道。そうです。あー、ネクサスが落ちる。あー、今釣られて行っちゃったよ。まあ、それも分からん。左方向です。 300m 先、左方向、すごいね。うん、ここに前ハマーが売ってたのに、今クライスラーとかになっちゃった。 300m 先ってことはまだ、俺が映ってる。ハイエースの後ろにくっつこう。めっちゃ怪しく、怪しまれるんじゃない。じゃあ左方向です。え、これ、そう、あいつ、ついてきてるって思ってんじゃない。しばらく道なりです。すごいね、スピードだし、あいつ行っちゃった。カーナビのやつと変わんねえじゃねえかよ、全然。ハイエースくん、逃げちゃった。道なりまっすぐ行って、信号を越えたところの右側が目的地に設定した昭和公園です。ちゃんとそこで言ってくれるかどうか。ナビの方はね、およそ 200m 先、ていた、右方向です。目的地周辺ですって言わないんだね。これはそのまま中に案内しようとしてるから。あ、そういうことか、中入れないもんね。ここが奥多摩街道、100m だ、もうすぐなんだよね。これちょっと映してくれる。ここですね、ここに今行こうとしてます。こっちでは、こういう風に中に入ろうとしてます。その入り右方向です。そう、その入り口ってここなんだよね。入っていいの、車で。いや、入れないけど、ここちゃんと行きましたね、今。右方向ですって。ここは入り口、車来て、駐車場の入り口。Google ナビですね、使えるっていうことが分かりました。なかなかこれとですね、このポケット Wi-Fi があれば、こっちのカーナビとですね同じですね。全く使
使えますね。これからはもうカーナビいらないね。これとこの同じだし、あと音楽もここで聴けるしな。バックエンドで聴けんだもんな、こんな。ということで、とりあえずかなりいいってことが分かりました。それとは今 YouTube でヒカキンを見てますね。このポケット Wi-Fi があれば車の中ではですね、ほぼ完璧にネットが楽しめるってことが分かりました。いいね。